ても緊張しました。ステージの上で頭がぐるぐるしてしまって、私上手にできたでしょうか。プロデューサーさん、でもまだまだ先は長いですよね。そう言われるとなんだかおじけづいてしまいます。私なんかでやっていけるでしょうか。このまま芽が出なかったらどうしましょう。輝くですか。それはそのいおりちゃんのおでこみたいに。でも私はただでさえ他の子たちより年上ですし、あまりのんびりとはしていられませんよね。私マイペースなのんびり屋さんですから、あっという間におばあちゃんになってしまいます。そうなんでしょうか。そうですか。ちょっとだけ安心しました。急ぐのって昔から苦手なんです。それじゃあ私はのんびりゆっくりでいきますね。え、やっぱりダメですか。プロデューサーさん、そうですね、諦めるにはちょっと早すぎますよね。プロデューサーさんが頑張っているのに私が先に諦めてしまったら失礼ですし、ごめんなさい。私プロデューサーさんの努力をお釈迦にしてしまうところでした。私至らないところだらけですけど、とにかくくじけるのはやめにします。私のアイドル人生はまだ始まったばかりなんですから、気持ちだけは誰にも負けないつもりで、えいえいおーです。ファイトー、おーください。丸一日かけて作ったデータうっかり消しちゃっただけなので。
ろしくお願いしますね。私、なんだか生まれ変わった気分です。プロデューサーさんって、とっても教え上手ですね。7人前。